キャンピングカーで文字。キャンピングカー。食べた。じゃあ待ってたんだよね、キャンピングカーね。それで行ってって、一緒に行きたいの？今日三人、今日三人で行くんだよ。今度ね。まずは三人で行くからね。取りに行くから。ね、出発するよ。キャンピングカー取りに行くからね。大丈夫？出発します。多分ね、3時間ぐらい。めちゃめちゃ綺麗だなこれ。大丈夫？見て山山、こうじゃ山。山だよ。山だね。初めて見たね。まもなく左方向、スワインターベルチです。来たね。この先500メートルで料金が。ね、そうだよ。着いた。着いたよ、着いた。わあ。着いた。来たよ、来たよ、ガチ。わあ、でっけ。かわちゃん、これ何？ああ。キャンピングカー。キャンピングカー？ガチ、着いたよ。お邪魔します。お邪魔します。お家だよ、お家。お家だ。靴脱いで。よいしょ、1、2。ああ。お涼しい。お邪魔します。すごいすごい。見て。すごいね。お料理できるね、こっち。ああ、なんか新しい家の匂い。すごい、あ、これもできてる。あ、
新しい家の匂い。大輔さん、おざす。おざす。おめでとうございます。ありがとうございます。最高っす。大輔さん、どうも初めまして。母ちゃんも行ってきな。運転するんだよね。でかっ。でかー、コーチ。でかい。キャンピングカーでかいね、コーチ。すごいね。さあ、エアコン涼しいじゃん。これだったら生きていけるね。そうだね。それね、ゴミ箱だよ、コーチ。だってさ、うちのさ、暑いとこだってさ、意外に。お母ちゃん後ついて回って大丈夫だよ。ここ開くの？ここそこ開くよ。開くんだ。開く開く開くんだって。お母ちゃん開くからね。ママ座ってください。座るの？うん、じゃあ座ろうかな。お母ちゃん運転してみる。ママ座って。はいはいはい。こっちだよ。うん、お母ちゃん運転してくれんの？どうですか？大きい？はい、どうぞ。はいはいはい、はい、右。ママちゃんと座って。はい。いいかな。シャワシャワだね。こっちはコアちゃん何があるの？せーの。おトイレだ。綺麗だね。こっちはベッドだ、コハちゃんの。あ、起きたらあったい。コハチ、あ、せいちゃん来たよ。せいちゃん、できるこれ。なに？せいちゃん、これできる？これできるよ。せいちゃん、できて。うん、ね、サイド用カメラの専用モニター、はい、左右、右が右用、左。一番右がアラウンド。アラウンド、はい。で、右用、左用。そのちっちゃいのがレーダー。電子レンジ。電子レンジ。で、冷蔵庫の方が、今ガスで試して冷やしてあります。あ、ガスなんだ。ガスでやります。ほんとだ。冷凍ね。外部繋いでる時だと、コンセントでできます。充電だとダメなんだ。エンジンかけてれば大丈夫。ガスで今8キロ積んでるじゃないですか、はい、イメージでどのぐらいでなくなっちゃうんですか？冷蔵庫だけだったら。冷蔵庫だけだったら多分1本で、気温にもよっちゃうんですけど、はい、1週間はいけると思うんですよ。あ、でも1週間なんだ、はい、で、アルデヒーターとか使ってると、1本が2日持たない。 FFフロントのヒーターの運転席側追加の方は、はい、ちょっともう、このカバーをカットして。うん、出してくれて。はい。出るよ。ナビのチューナー使ってテレビ見れます。ありがとうございます。で、バッテリーの残量計。で、テーブルの天板。最高っす。めっちゃいいっすね、これ。めっちゃいいっすね。最高っす。で、サイドのテーブル。これを上にカチンと。やって。そして最高っすね。で、キッチンの蛇口変更で、マグボード、マグボード、これでマックスファン、マックスファン、はい、ありがとうございます。で、エアコンは 2.8 キロ。 Hey Siri、 エアコン止めて。インターネットの接続に問題が起きています。 OK 次行きます。手すり、スリー、あ、あ、いいっすね、ありがとうございます。ここが荷物。これはね、食器とか、まあ、結構キッチン系が多いんじゃないかな。お皿とかさ。うんうんうん。いいね。いっぱい置けそう。うん、暑いのかな、後ろ。この時間になるとさ、やっぱり、うん、暑くなってくるんじゃない。そう、上がね、断熱は入ってるんですけど、うん、でも別にこう夏だから暑いんですよね。そう、夏だけ、うんうん、あ、ここにね、うん、すごいじゃん。あ、最高っす。いいね、広いね。
来お家。未来お家だね。ありがとうございます。はい。使うときだけ押し込んで。はい、これでこう。コードライトオンの状態にしとけば、ライトを消した状態にしても、そこに光のセンサーがあるので、それでつく点灯の速さを調整できます。はい、今の高速タッチ普段つくようになるんですよ。でその四角のところをペッてライトで照らす。ここだけですね、このベッドマークだけポチンとしてもらえれば、ね、うん、もう4本自動でビヤーンって出てって調整が始まります。赤が一番近い。そう、赤が一番近い。あとはスライドさせながら当たらず邪魔で横がサイドに走ってます。たまに動かすことありますけど、見てて。あれ？声が遅れてる。本当だ。すごい。声が遅れて聞こえる。声が難しい。これ難しい。遅れて聞こえる。どうしても照明つかないよってなると、このメインのところの照明がオンになってないということがある。で、これがお水の量、清水タンク。で、これが戻る。ここを押して。でセットできるので今は全負荷かけても充電してるんで無限に使える。まずこれが852アンペア、これがサブバッテリーの残量、容量は今 100% で、外部挿してる時にサブバッテリーを充電させるための充電器で、こっちがソーラーのコントローラーのコントローラー、ここに時計回りに回すと0リッターの完全排水、ここに蓋があるので排水バルブがあります。水抜きますよ、はい、女性ちゃん運転するよ。あ、一応誘導しようとします。頑張れ。柱にも当たんないですか。あんまりビューっていくと、なるほど、火とかにどんガンガン当たっちゃうと。そう、寄せるとね、背が3メーター。マイク、あれこっちですか。あのね、そう、こっちしか行けない。今日行っちゃっていいのか。そうですね。まだまだいけます。はい、これで一回バック入れて、これでバック入れて、でこの時に注意するのがハイエースの頭の距離感だけをそのミラーで見ながら頭に目が下がっていきます。もう乗って慣れるしかないです。分かりました。じゃあお気をつけて、このナビ通り行けば多分ユートロン。面白い。面白いでしょ。
そう、だから新しいこと挑戦してるから勉強してんの。あ、お気に入り。ねえ、逆にやって。じゃあ、やったね。